はですね、現在制作している実際のゲームのステージを利用してですね、皆さんの技術と次世代技術の融合みたいなものを見せれればいいかなと思っています。はい、隣にもすごいビジュアルがリアルさが目につきますね。そうですね、今回のソニックは比較的リアルなビジュアル表現をしています。ソニックがですね、もしこの世界にいたらみたいなことを考えながらいろんなものを作っています。あのソニック自身というのも何か考えてるんですか？そうですね、ソニックの質感なんかもですね、いろいろ考えながら、作っています。こういう靴の表現とかも少し見てみるとかですね、まあ、ソニックのこの青い部分は毛なのかどうなのかみたいなことをまあ話し合いながら、はい、まあ、次世代機の特徴としてはですね、まあ、この世界全体にハボックという、物理演算演習を使っていてですね、物理計算により物の動きがリアルに再現されています。そこにある箱もですね、崩してみると、今までは決まった動きしかしてなかったんですけども、この箱だと 20kg なんですが、まあ、この岩だと岩、50kg というようなですね、そういうデータに基づいて物理の計算がされて、それによってリアルな動きを見せるようになっています。今回はエネミーなんかもですね、この世界にあった感じでリアルにデザインをしています。倒したエネミーはラグドールという Yeah.